長野瓶鶴は長野県長野市で毎年8月の第一週の週末に行われる市民参加型の夏祭りであり、別名を長野市民祭という国道19号線や長野大通り及び中央通りを中心に開催され多くの人が参加する長野市を代表するイベントである県内には松本ボンボンや上田和彫いなど 地域振興や観光目的としたイベントがいくつか存在する。善光寺前の祭りの準備長野には、江戸時代に日本三大祇園祭として全国的に有名だった御祭礼があったが、戦争により中止され、終戦後に復活したものの以前ほどの賑わいにはならなかった。そのため、御祭礼を盛り立てる前夜祭りとして、1959年、企業や、 商店の広告パレードが企画された。パレードが8年間続いた後、1967年に、人水と音楽と若者たちという若者向けのイベントが開催され、さらにそれを見直す形で1971年に、長野市民祭長野瓶鶴が誕生した。瓶鶴とは、長野市のシンボルである、善光寺に祀られている、お瓶鶴さんにちなんだ名称である。長野では、 おびん、ずるさんに触ることで病気や怪我が良くなるという言い伝えもある。市民有志、学校、病院、事業所などが、連と呼ばれるグループを作って、参加登録する。しゃもじを打ち鳴らし踊る振り付けを基本として、連によっては創作ダンスやパフォーマンスなどを披露する。飛び入り参加も歓迎とされており、参加者を受け入れる飛び入り連が用意されている。 それ以外の村地への飛び入りは、れ連のバックアップスタッフに声をかけてからの方が、無難である。前夜祭りと当日祭りが行われ、両日とも一体は歩行者天国となる。踊るのは、それぞれ18時から19時、18時30分から20時50分だが、踊り以外にも浴衣の女王コンテストチアリーディング、楽器演奏披露、路上パフォーマンス、福引きなどのイベントが用意されている。 また、例年1週間前に、同市の篠ノ井合戦祭りでもビンズル踊りが開催される。2007年第37回は、全226連、約1万1300人が踊った。県下最大級の夏祭りである、松本ボンボンの4割程度の規模にあたる。2020年度は CO、COVID-19 拡大のため中止。2021年度は、人数の制限。 飲食ブースの廃止、巡行中の飲酒禁止などの対策を講じて8月に行うとしていたが、デルタ株、ラムダ株による感染拡大の影響から、年内の開催は見送りとなった。ありがとうございます。